今日旅の初日な、初日から怪我してないじゃん。光足らんわ、もう見えんで。次飛ぶわ。新しいからちょっとまだ入るの早いかな。板がいつもと違うんだよね。あったかすぎてスピードが出ねえんだよな。ちょっと飛ぶにはまだ酔い足りねえわ。もうちょっと飲んでくる。昨日飲みすぎてまだ残ってるんですよね。やっぱ海外スキー来たら気候なんかより景色だよね。俺フリーライブ系なんで人工物ってのはちょっと飛ばないっすね。昨日ぶつけたとこちょっと痛いんだよね。まだもちろんバッテリー切れてるから充電してから飛ぶわ。今日ゴーグルのレンズちょっと合ってねえな。人が多いとこでやんのやらんだな。横の最終日は怪我で締めんのやじゃない。みんなは何個当てはまるかな。みんなの意見も聞かせてください。